い、皆さんこんにちは、レナです。今日はハイデルベルグにいます。ミュンヘンとは全然違った雰囲気がハイデルベルグにはあるね。そうだけど全部なんかこう昔ながらの街ですっごい雰囲気がいいよね。この門は何、あの旧市街に入るための門みたいな。何、was ist das für ein tolles Tor? Das Karlstor. Karlstor? そう、カールス門、これね、すっごい立派な門。見て右側、すごい可愛らしいレストラン。そう、レストラン、めっちゃ可愛い建物。あ、隣もめっちゃ可愛い建物。本当だ、その隣もめっちゃ可愛い建物。皆さん見てください、この左と右、なんか絵本の中の世界みたいじゃない。そうだよ、ね、ハイデルベルク可愛らしい街だね。うん、お、可愛い入り口。本当だ、樽の入り口になってる、ワインのお店かな。いや、レストランだよ。見てこっち、この裏路地めっちゃ可愛いよ。ここ、こんな路地がいっぱいあります、ハイデルブック。あ、人がすごいいる。多分着いたよ、あれ。着きました。お、本当だ。ちょっとだけクリスマス雰囲気だけど暑い。ちなみに皆さん見えますか、あの上、ここの奥にあるのがハイデルベルク城です。ちょっと今日は行けないんだけど、また明日か明後日ハイデルベルク城も行きたいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。お、皆さん飲んでますね、ビールを。いいですね。なんかすごい景色良くない？見てこれ、クリスマスマーケットと上にハイデルベルク城。あ、いい匂いする。いい匂いする。いい匂いするよ。見て、お、ハイデルベルクの町。あ、ここじゃん。ここから今こっちを見てる。こんな感じ。あ、そうそうそう、なってる。何これ、すごい大きそうなマッシュルームをでかいフライパンで煮込んでるのか。チャンピニョンスミッツノブロー、マッシュルームウィズオニオン、ニンニク、ニンニク。そうシンプルだね。そう、ヌテラのクレープありますよ。ヌテラ大量大量にありますよ、ね、絶対にクレープが欲しいよ、ヌテラので。みんなこういうスタンドで買って、こういうところで飲んで、ああいうところで飲んで、みんないい感じですね。うん、あっちにアイスケートリンクがあるよ。めちゃめちゃ水が張ってるよ、あ、暑すぎて。あ、溶けてきたんじゃない。だって今20度ぐらいあると思うよ。うん、あれな、みんなさ、揚げパンみたいなやつにソーセージ挟んで食べてる。これ、ね、あ、これめっちゃいい。うお、すごい、すごいいい匂いする、ソーセージの。Für Weizen und ein Kinderpunsch bitte. Ja. Ja. Dankeschön. 来ました、白ビール。買いましたね。かわいいでしょ。乾杯。Prost. Die sind schön, auch wenn er ein Jahr zu spät ist. うわ、うま。これミュンヘンで飲む白ビールよりうまい。No. 本当に。それは言われたくないよ。Besser als München, ne? Lecker als das in München. Sag man nicht, das sagt man nicht. Nein. よりフルーティーで、nein, nein. 甘い香りがして美味しい。ミュンヘンと比べられて悔しいですか？そうだよ、もちろん。これはちなみにお酒が入ってなくて、子供飲み物だよ。キンダープンシュ。キンダープンシュ。美味しい。甘いの？酸っぱいの？辛いの？甘い。ちなみにこれね、2021って書いてあります。そうだよ、多分去年のクリスマスマーケットが中止になっちゃったので、うん、残りのカップ、すっごい可愛いけどね。ね、これ3ユーロで売ってます。そう、タカ飲み終わりました。タカ、ということでキンダープンシュとビールを飲み終わりました。なので今から食べますね。ヌテラキャップ。ヌテラがいっぱいですね。そうだよ。ダンケ。
これ。すっごいもちもちしてる。まだ何も塗ったら食べてないよ。ただのクレープ生地。ただのクレープ生地でそんな美味しいよ。なんか、ちなみに皆さん、このヌテラクレープいくらだと思いますか？やばい値段だよ。 4.5 ユーロ600円。600円、まあ、日本でもクレープそんなもんするか。500円で、でもなんかフルーツとかいろいろ入ってる。これがクリスマスマーケットプライスですよ。ドイツプライス。もしかして一人で食べようとしてる？一人で食べきろうとしてるね。もうだいぶ美味しいよ。この下の全部ヌテラ、ね、もうヌテラの塊だよね。ちょうだい。じゃあもう一個買ってこようかな。半分食べていいよ。じゃあ全部食べるよ。はい、いただきます。よかった、はい、よかった。社長がまた何か買おうとしてます。うん、これお、キャラメルアーモンド。うん、これたまに日本のね、高速道路のパーキングエリアで売ってる。そう、他では見たことない。これ美味しいから皆さんぜひ買ってみて。これだいぶ多いけど 200g で9ユーロ。うん、まあ安くないし1200円ぐらい。うん、日本のやつもでもそれぐらいするよ。うん、高い。おおー、めっちゃクリスマスツリー売ってるよ、そこに。だけつなめばいなつま。あれ見て、あそこハイデルベルクのロープウェイがあるよ。あ、So we don't have to hike up. We can use the ropeway to go up to the castle. 怠け者はそうロープウェイを使う。Right. これあれだね。知ってますか皆さん、この文化。アドベントカレンダー。ね。24日あって12月になったら1個ずつ出して、昔はこう写真、これみたいに写真しかなかったけど、今はチョコレート。可愛らしい、これでかいやつ。このはあのサンタさんが、あの、そうそうそう、あれ、トナカイに乗って。何に乗って？トナカイ。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 うん、トナカイ。トナカイ。あの動物？あの角の生えた。トナカイ。トナカイ。初めて聞いた。知らないの、トナカイ。レインディア。トナカイ。こっちはなんか食べ物っていうよりは、そう、フリーマーケットみたいな、ね。そんな感じだね。クリスマスの。すごい可愛らしい、あれ全部。茶碗とかも売ってるしね。お、木のものがある。当てるの？これがイエス・クリストが生まれたシーンです。マリアさん、お母さんね。マリア母ちゃん。ヨゼフ。ヨゼフ父ちゃん。父ちゃんじゃないよ。神様が産んだよ。ああ。で、産んだのが、あの、こういった牧場の、なんていう、その牧場の建物。藁の上で。そうそう、こういうところで産んだんだ。そう。イエス・キリストさんは生まれたってこと？イエス。そうらしい。ここがね、ハイデルベルクのメインストリートです。ここ広場だね。 あ、これ前来たわ。あ、前来たよ。ここは日本人が全員買い物するところだよ。ここ、本日の営業は終了いたしました。あとはお酢。だから日本人の観光客はここでお土産を買うってことだよね。そうだよ。ツアーとかに組み込まれてんじゃない、このお店が。もうやってそうだ。もうツアー会社とズブズブなんじゃないな感じはするね。おお、居酒屋みたいな感じ。居酒屋的になってる。やっぱハイデルベルクは日本人が多いから、日本食レストランとか日本のお土産屋さんとかが多いかもしれないね。そう、これクリスマスのお店だよ。あの、一年中にクリスマスのお店だよ。今だけじゃない。オーナメントとか売ってるお店。あ、クリスマスツリーに飾るね。あ、こうやつね。ドイツですっごい有名で、日本人が大好きなので、このブランド、うん、なんていうブランド、ケーテ・ウォルファート。え、名古屋のクリスマスマーケットにあるよ。そういったケーテ・ウォルファートだけのお店。じゃあ高いんじゃない。高いよ。だからこんな感じ見て、キャラメル今から食べようと思ってます。お、まだあったかい。これ食べ始めると止まんないからね。ね、全部食べないように気をつけてください。だからもう止まってませんよ。はい、ハイデルベルグのクリスマスはそんな感じです。タカちゃん、何だから渡してなかったよ。うまい。渡したくなかったよ。そう、なのでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。もうやめて。なんで、見て、200g あるよ。関係ない。安心して。
また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。